ごご視聴いいただきありがとうございますす恋愛アドバイザーの津崎まみですこの動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。ということで今回はね、デート行った後に、やっぱり失敗デートってあるじゃないですか。それは自分にとって経験になるからとてもいいんだけれど、でもできたら成功させたいですよね。でもちろん自分が持ってるテクニックをそのままぶつけるっていうのもいいんだけれど、だけどモテる人が大抵やってるテクニックっていうのを、やっぱりこう、ふんだんに盛り込むというのも、まあ特に絶対外したくないデートとかは重要かなという,うに ふに思うので今回は7個ご紹介していきますぜひ取り入れてもらえたらと思いますということでデートが97%成功するデートテクニック まず、一つ目。事前準備を念入りにすることです。いや、もうね、結局ね、これだと思うんですよね。もちろん、デート当日っていうのも重要なんだけれど、だけど、下準備というのも、やっぱり大事です。行き当たりばったりデートってね、マンネリ化したカップルはええと思うんですよ。そういうね、ハプニングとかも込みで楽しめるからね。だけど、初デートとかで行き当たりばったりとかやと、こいつ何も考えてへんなっていう風に思われちゃうので、なので、 1回目ぐらいまでのデートはね、ちゃんと考えていった方がいいです。どういうとこ調べとくべきかっていうと、まず一つ目に、並ぶお店かどうかですね。あと、めっちゃ歩くかどうかと、あと、行きたい場所の周りに何があるのか。 ですね、そのあたりはちゃんと調べておいてください。女の子ってね、どれぐらい歩くかとか、どれぐらい待つか、並ぶかとかで、靴変えたりとかするんですよね。なので、靴を選びやすいように、大体いいどういう感じなのかっていうのをざっくり共有しておくっていうことも大事だし、それによって、あめっちゃ楽しみにしてくれてるとか、すごい調べてくれてる、頼りになるという印象を与えることができます。そして2つ目、デート前日に LINE を入れることです。もう約束決まってるしね、時間もちゃんと分かってるんやから、連絡する必要 必要ないかなって思う方いると思うんですけどでもねデートに関して言うと前日に明日楽しみやなとかもう今から寝れるかなとかなんかそういうなんかね楽しみにしてる感 ワクワク感みたいなのを共有しておくと、さらにね、向こうも楽しみに来てくれるのでおすすめです。仮にね、自分がそういうこう、LINE とかメッセージをもらう立場として考えてほしいんですけど、そういうね、メッセージ来たら、え、めっちゃ楽しみにしてくれてるやんとか、こっちも楽しみやなっていうね、そういうこう、ワクワクした気持ちが湧き上がってくるんですよね。特にデートって、ちょっとこう、緊張感っていうものがどうしても入ってるので、緊張してるところに、 ワクワクっていう要素が入るとすっごい感情がね何て言うか大きく揺さぶられるんですよ。なので前日に一言だけね「明日楽しみやな」って入れるだけで全然変わってくるので是非使っていただけたらと思います。 そして、三つ目。あったらすぐに褒めることです。デートって、基本的に自分が一番気に入っている服とか、自分が今一番イケてる格好で来るんですよね。まあそうじゃないタイプもいるけど、大抵はやっぱ気合い入れて来るんですよ。で、どうかなっていうふうに思ってます。なので、めっちゃ可愛いやんとか、すごいよく似合ってるとか、この時にできたら前との違いっていうのも褒められると最高にいいですね。前の時に履いてた紫のスカートね、めっちゃ可愛かったけど、なんか今回のこの赤も全然ええな。まあ どんな格好してるここはわかんないけど、そういう、その前回との違い、前も良かったけど、今の方がもっと君の魅力が引き立つよっていう言い方ができると最高にいいです。女の子って前髪がちょっと決まらへんとか、あとちょっとスカートにね、シワがあるとか、そういう些細なところでテンション下がるんですよ。だからね、逆に言うと、ちょっと 褒めめるだけでめっちゃ機嫌よくなるんですなので、ちょっと褒めることによって全てうまくいくということです。そして、四つ目。デート中は宝物のよううに扱いましょう自分のことを大切にしてくれてる人にね、やっぱ人って心開くし、あと好きやなって思うし、頼りになるなとか、まあ、いろんなこうポジティブな感情っていうのが浮かんでくるんですね。だから、宝物のように扱う。これは、どんな女性に対してもそうですね。お母さんと二人で出かけるとかもそうです。基本的に相手の女性を宝物のように 扱いましょう宝物のように扱うということはつまり、まあ、歩いてるときね車道側を歩いてあげるとかドア開けてあげるとか荷物めちゃくちゃ重たそうやったら持ってあげるとか、まあ、そんな感じですよねそうやって自分はあなたにとても価値を感じていて大切にしたいと思っているというのを行動で見せるということが必要になってきます5つ目相手が自分をプレゼンする場というのを提供するんですつまりしゃべらすってことです人っっててね好きやなって思う時 自自分が自分がのことをたたくさん話せたその気持ちがあるとこの人のこと好きやなとかむちゃくちゃこの人と一緒にいると安らぐなとか楽しいなとかもっと会いたいなとか思うわけですだから相手にしっかりと喋らせてあげる相手が自分の良さをたくさん話せる場というのを作ってあげるという気持ちで会話をすると うままくいきますでまあもちろん会話なので質問をしないといけないんだけれど、まあ、基本的には相手の話に対してえ気になるところとかちょっとわかんないなって思うところとかもっと知りたいなって思うところを質問するのがいいんですけどこっちからネタを振るときにちょっとこうどういうね質問をしたらいいのかというところをね悩んでらっしゃる方、まあ、そういうご相談いただくのでうんそんな難しく考える必要ないかなと思うんですけど特にねデート初回とかやとそん 変化球投げる必要ないんですよ。休日何してますとか、あと仕事はどんなことしてますかとか、お友達はどんな方ですかとか、あとは買い物どこ行きますかとか、まあそういう、まあ相手も、こういうこと、 多分聞かれるやろうなっていう質問をそのままストレートに言ってあげるっていうこともやっぱり優しさの一つだったりするかなと思うしもちろん答えにくいとか想定外の質問されることで面白いなって感じることもあるとは思うんですけどだけど、まあ、初回のデートとかやと特にこんな質問されるやろうなと思うような質問をしてあげるということも優しさかなというふうに思ったりします。そして6つ目目夢や希望、目標を ちょっとだけ語ることです。さっき言ったみたいに、相手がね、自分自身の良さっていうのをたくさん話せる場っていうのを提供してあげるというつもりで会話をするのがいいです。ただ、それだけだと、まあ、ええー、人やけどなとか、んまあ、話してて楽しいけどなっていうふうに思うんですけど、だけど、また会いたいにつなげるにはちょっと弱いんですね。そのためにどうしたらいいのかという部分なんですけど、全体のね、1割ぐらいですね。ちょっとだけ 自分の話っていうのをします。この時は相手に対してネタを振るとかっていうことではなくって自分自身の話をする。で、どういう話すればいいかっていうと自分の夢であったりとか目標であったりとか 希望ですね。そういう未来の話を熱く語るということがとても重要になってきます。これがあると、あれこの人ってすっごい優しそうやし、めっちゃ真面目そうやし、私のことすごい興味持ってくれてるけど、だけど、これだけじゃない顔もあるんかなとか、すごく面白そうな人だなという印象になります。自分がね、反対の立場だったら、ちょっと分かっていただけるかなと思うんですけど、まあ、基本的に自分の話めちゃくちゃたくさん聞いてくれる女の子がいたとして、 めっちゃええ子やなって思うじゃないですか。ええー、子やなって思うけど、その子に君はどうなのって聞いた時に、会社の愚痴とか、友達のダメな話とか、噂話とか、という話をされたら、どんなに自分の話聞いてくれても、ちょっと、まあ、ええー、子やけどなぁ。 他にもおるんちゃうかなって思いませんでその点、君はどうなのって聞いた時に、めっちゃ熱い夢の話とかしてくれたら、あなんかかっこええなとかえ、めっちゃええ子やんとか、このことおったら自分自身が成長できるんじゃないかなというふうに感じるわけです。なので、基本的には相手の話をしっかり聞くと。で、あなたはどうなのって聞かれた時に、ちょっとだけ自分の夢とか、目標とか、希望とかですね、そういう熱い話をするというのが、

ごくおすすめです。めでそして、7つ目、ありがとうのメッセージを送ることですね。これはデートの後ですね。今日すごく楽しかったありがとうっていうメッセージは、やっぱり送られた方がいいかなというふうに思います。送るタイミングなんですけど、まあ、基本的には相手が家に着いたかなーぐらいのタイミングで、着いて、ちょっと経ったかなぐらいのタイミングで送るのがいいかなと思います。じゃないと、すぐ送ってくると、めっちゃ私のこと気に入ってるになるし、めっちゃ遅くなると、あれなんか か、あかんかったかなっていうね、不安になってくるので、ベストなタイミングは、相手が家に着きます、スマホ見ます、これ連絡来てないなと思って置いといて、で、まあ、10分後ぐらいにスマホ見たら、あ連絡来てるぐらいがベストです。まあ、なかなかね、相手の行動見張れるわけじゃないので、絶対そこを守らなきゃいけないかっていうわけじゃないけど、不安と安心のギリギリを責めるぐらいの感じで連絡をするといいのかなと思います。 ということでまとめです。今回は97%成功するデートテクニックをご紹介しました。まず一つ目が事前に調べておくことですね。そして二つ目、デート前日に LINE を入れること。で、三つ目が会ったらすぐに褒めること。で、四つ目がデート中は宝物のように扱うこと。そして五つ目が相手が自分をプレゼンする場というのを提供してあげること。六つ目が夢や希望、目標をちょっとだけ語ること。そして七つ目がありがとうのメッセージを送ることでした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。このの動画の 感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。 ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうかあのね、7つ目のありがとうのメッセージを送るのところで、不安と安心のギリギリを責めるあたりで、まあメッセージを入れるっていう話をしたんですけど、これもデート中に、家どの辺なんとか、まあこっからやったらどれぐらいで帰れるかみたいな、その時間的な話とかっていうのは、まあ会話というか雑談の一つとしてね、してもいいのかなというふうに思います。まあそうすることによって、大体の時間っていうのが把握できるし、で、相手も、そのありがとう どのタイミングを見計らうためにその話題振ってきてるとは絶対に思わないので、まあ、普通に答えてくれるかな。あのあんまりこう詳しくね、分刻みで聞く。だから、えー、どこそこまでがだいたい13分ぐらいで、でそっから乗り換えに3分かかったとして、何分あって、でそっから歩いて家着くの何分やなとか言うとちょっと気持ち悪いので、そこまでこうリアルな数字じゃないけども、まあ、ざっ ゆっくりだいたいこれぐらいかなみたいな話をしとくのは一つの目安になるしあの嫌な印象を与えるってこともないかなと思います、まあ、よかったらね参考にしていただけたらと思いますということで最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ